アモリは、長野県長野市の市街地西郊外に広がる地域。最強儀、大技アモリの範囲。協議、1、2、宮沖、伊勢具一から3丁目、アモリ小市1から4丁目、差出南1から3丁目を加えた範囲。1882年末時点の上身の地群、アモリソミキに相当。講義、二二大技平芝、大技小芝見。 平らし台を加えた範囲。1889年4月時点の上身の地群、あもりに相当。長野市役所あもり市所管内の範囲。本校で、開設地域内の人口は、9061世帯22048人。本校では、かつておおむね同区域に所在した上身の地群、あも村についても述べる。地域東端をすそばながわ。 南端を西側が流れ、北には、富士の遠山、旭山がそびえる。地域南部に、新越本線、北陸新幹線と、国道19号が通過する。周囲は、以下の地域と接する。面積は広大だが、北寄りの大半の部分は山林であり、住宅などは、南部の国道19号沿道西側、裾花川の間に密集している。 すそばなを隔てて、長野市街地の西側に接しており、ベッドタウンとして、戦後人口が急増。平ら台、京花台、宮沖、その沖、伊勢宮、西北などの団地が造成され、1985年には、新越本線に、あ森駅が新設された。松代藩の奨励で栽培が始まった安の、栽培が古くから盛んである。現在では、 筑球市の安図の里が安図の名所として有名であるが、以前は当地が森、倉科をしのぐ名所として名が通っており、善光寺の参拝客が花見に大勢立ち寄った。しかし戦後ベッドタウンとして住宅地化していくに伴って安図の木は減り、安図の名所は森、倉科へ移っていった。ただ現在でも安図の生産は続いており、 大和ア,アモリには安図にちなんで、強化台と名付けられた、住宅地がある。工業は、地域東部では、裾花川沿いの差出地区に、味噌メーカー最大手の丸米本社、工場や、農協系の長野工農本社、工場など大規模な食品工場が立地するほか、印刷所も多い。地域西部では、アモリ小市地区などに、陸運業の事業所や機械製造工場などが、 立地する。地名の由来は、1876年に前身4、河村が合併し、アモリ村が発足する際に、午後、アモルにちなんで、安楽くしげる里のイデ寺を当てて命名された、随称地名。アモリは、長野市街地の西郊街にある地区。郵便番号は、行政区の指定がない場合380-0941。地区の南部を、 新越本線、北陸新幹線と国道19号が東西に通る。新越本線にはアモリ駅が置かれている。周囲は以下の大技、町と接する。地区北側の大半は山林であり、その南寄りには杏図などの果樹園が広がる。山裾と西川との間のわずかな平地には、 住宅が密集しており、埼北団地をはじめとした団地が整備されている。地区内の行政区、郵便番号、人口及び世帯数は以下の通り。アモリ駅アモリ西側らに JR 東日本アモリ駅があり、以下の路線が利用できる。地区内の国道19号を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。また蔡北団地内では、 アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。差出し蕎麦長と丸米本社工場大門西河原の米村祭、北団地アモリ小市1.23.4丁目はアモリ地域南西部の地区。郵便番号は380-0961。東西方向に長い地区で、地区の北寄りを国道19号が東西に通り、南東端を新越本線が通る。 北側は山林であり、南端を西側が流れる。周囲は、以下の大技、町と接する。西側の谷口に位置する。この地は、1611年に、丹波島の私が、北国街道の西側とかとして定められるまで、小市の私として、市村の私と共に、北国の交通を担ってきた重要な私であった。現在私の付近には、 長野県道405号川中島停車場線の小市橋がかかっている。地名の由来は諸説あるが、市村の私があった市村に対して小市と名付けられたと言われている。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。地区内の国道19号を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。 アモリ小市2丁目アモリ小市3丁目アモリ小子4丁目イセグ1.23丁目はアモリ地域南東部の地区郵便番号は380-0958地区の北端を新越本線が通り南端を西側が流れる周囲は以下の大技町と接する地区のほぼ全域が住宅地である地名は地区内にあった祠に由来する 地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。地区内を走る、アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。伊勢宮一丁目伊勢宮二丁目。小芝見は、アモリ地域北東部の地区。郵便番号は380-0942。東端を裾花川が流れる。対岸とは、相生橋で結ばれている。周囲は、以下の大技。 町と接する。裾花川を隔てて、長野市街地に面する古くからの住宅地である。地区内、の人口は、607世帯1319人。地区内を走る、長野市、乗り合いタクシーの以下の路線が利用できる。また、地区北部では、愛い橋を渡って、岡田町の県庁通りを走る路線バスが、地区南部では、 差出しの国道19号を走る路線バスがそれぞれ利用できる。差出し南1.2、3丁目は、青森地域南東部の地区。郵便番号は380-0948。東端を裾花川、南端を西川が流れる。裾花川の対岸とは、長安橋と裾花あ鳥橋で結ばれている。周囲は、以下の大技、町と接する。 地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。地区内を走る、アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。差出し南1丁目、差出し南2丁目、差出し南3丁目、平芝は、青森地域北東部の地区。郵便番号は380-0942。地区北西に、旭山がそびえ、北東端をすそばなが流れる。周囲は、 以下の大技、町と接する。地区のほぼ全域が朝日山の山地であり、主に南東の斜面に宅地が開かれている。朝日山の中原にある朝日山観世音は、特に合格祈願の参詣客が多く集まる。市街地を見下ろす高台に位置する夏目が、現状水上は、長野市中心部への排水を担う。地区内、の人口は、 296世帯807人。地区内を走る、長野市、乗り合いタクシーの以下の路線が利用できる。平芝台は、天森地域北東部の地区。郵便番号は380-0942。周囲は、以下の大技、町と接する。旭山の南東斜面に開かれた、住宅地である。地区内、の人口は、 166世帯406人。地区内を走る、長野市、乗り合いタクシーの以下の路線が利用できる。宮沖は、アモリ地域南東部の地区。郵便番号は3 8 0 0ロ9 5 2周囲は、以下の大技、町と接する。アモリ駅の南に広がる、住宅地である。地区内の人口及び、世帯数は、 632世帯1488人。地区内を走る、アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。アモリ駅の南口に面しており、同駅から、篠ノ井線、篠野鉄道線も利用できる。ありがとうございます。